ミキコの部屋始まるよ。7月25日、時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。パーソナリティの川光ミキコです。あれれ、なんか早くないかい。はーい、ミキコさん、どうぞ。どう、なんか石原さとみが来たぞ。どうぞ。さっきからなんか窓が覗かれてると思ってびっくりした。りみちゃん元気？はい、元気です。どうしました？宜野湾の石原さとみこと、あ、そう、宜野湾の石原さとみこと、りみたん、はい、中曽根りみやいびん、あい、やめんそれたい、ね、どうしました？8月11日に、発表会、ピアノとかいろんな楽器の子供たち、はい、大人の子供もいっぱい呼んだ。そう、そうなんだね。子供たちが出る発表会があるんだけど、 FM 昨日はざわついてるはず。石原さとみが来てるってから、ね、はい、来月の、ごめんなさい、私ってしてますけど、ね、大丈夫大丈夫、すいません。あのツイートでもね、大吾さんがすげえ後ろから覗いてるって、覗かれてます、覗かれてるの見られてましたよ。リミタンは、宜野湾市民なので、ちょっと今近く通りかかったのかな。そうなんですよ。もう脇汗かいてますけどね。で、来月の11日に発表会があるということ、はいはい、オーパス、オーパス6という6回目のいい。オーパスってどういう意味ですか、リミタン先生。作品番号、作品という意味だね。これはどういう感じになりますか。日時などもしよければ今ご紹介いただけますか。はい、8月11日の土曜日、うん、山の日、はい、ありますね、はい、場所は那覇バプテスト教会、はい、で3時に開場しまして、スタートが3時半から。これ昨日さっき聞いたんですけど、聞いてないけど、はい、通りかかってたから。那覇バプテスト教会っていうのは、皆さんご注意くださいね。那覇市ではなくて西原町高知にありますので、そちらにあります那覇バプテスト教会の方で、はい、合同発表会があるということで、はい、料金とかはありますか。チケットは、うん、フリーです。入場無料、笑顔でいいね、入場素晴らしい、はい、で、ピアノとか、あとどんな楽器がありますか。はい、バイオリンと、はい、うん、ビオラと、はい、チェロと、はい、ギターと、うん、作曲の先生 の、はい、専門講師 の、はい、お教室に通う生徒さんの、はい、あ、すごいミックスですね。いろんな楽器のいろんな、お教室の先生たちの室内楽とかアンサンブルがあったり。なるほど。じゃあこれ預かっとくよ。後で FM ギノワのフェイスブックにも載っけとくので、はい、実は今日この後さ、ソプラの歌唱をちょっと迎えてるから、その方にも伝えておくわ。はい、ありがとうね。お願いします。今日2時から調律って言ったから早く戻った方がいいよ。はい、2時から、ね、調律の方、じゃあこれは預かっておきます。はい、ぜひゆっくり今度来てください。はい、もう石原さとみ帰っちゃいますけれども、聞いた聞いてない、石原さとみさんはちょっと今日ご都合により調律の対応をしないといけないので、これから退出ということで。はい、ありがとうございました。また来てください。ありがとうございます。はい、冒頭から大変失礼いたしました。この番組はこのように、はい、素敵なイベント、コンサート情報も積極的に紹介して応援させていただいております。このミキコの部屋では毎週素敵なゲストをお迎えしていろいろお話を伺っています。でゲストさんの活動、今後の活躍を応援していく番組となっております。どうぞ本日も最後までお楽しみください。FM ギノワのホームページでは動画配信もありますし、ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートもお願いします。無料アプリのリスンラジオでも、聞けますので、ラジオ感覚でぜひ皆様お聞きください。はい、ちょっとびっくりしましたけれども落ち着きましょう。本日の宜野湾市、沖縄県宜野湾市、またまた快晴でございます、ね、全国的にすごく暑い日々ではありますが、沖縄は割と避暑地的な涼しい風も感じられておりますよ。さあ本日も素敵なゲスト、もう間もなくお目見えになります。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。あら、あら、お久しぶりです。ありがとうございます。忙しそうで人も来ましたよ。はい、ご紹介しましょう。お待たせしました。ソプラノ歌手の
知念律子さんです。ありがとうございます、はい、こんにちは、ありがとうございます。お待たせいたしました。ちょっと冒頭ね、あのゲストの方いらっしゃったんですけども、ご存知かしら、あの石原さとみこと、はい、石原さとみなんかちょっと目撃したので、あ、いました、ドキドキしてました私もなんかね、来月コンサート、発表会があるということで、すごいです ね、盛りだくさんの、そういうなんかなかなか聞き応えあるんじゃないですか ね、たくさんの、うん、お生徒さんの集まった発表会が聞けるというご案内でした。はい、さあさあさあ、律子さん、お久しぶり。お久しぶりです、ね、こちらあのお招きしたかったんですけども、だいぶだいぶお忙しそうだったので今日になってしまいましたが、あのうろうろしてますよ、 暇です。そんなことはないさて、FM ギノワお聞きの皆様、じゃあ私からを紹介するのもなので、自己紹介まずお願いできますでしょうか。はい、ソプラノ歌手の知念律子です、はい、こんにちは。こんにちは。ご出身は？出身はですね、浦添です。あ、浦添市、はい。で、高校があの開放高校7期生、ね、の山の上のいろんな個性の、ね、塊 の、はい、あの有名なところでいくとコッコさんも同期さんでしたよね。あ、そうですね、あのボーカルで有名なコッコさんも同期の、賑やかな学年というのを伺っております。はい、はい、そしてその後県立芸術大学、私と同じ大学の、はい、ね、先輩ですね。いやいや、もう大変お世話になりました。とんでもない、でも、もう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 、りっちゃんのことをずっと見ておりました、追っかけておりました。いや、そういうより知念さんお招きなんですけれども、うん、何やら、今日お招きしたのは、近々予定されているコンサートがあるということで、それを紹介していただけますでしょうか。はい、早速紹介させてください。はい、いのがですね、8月3日来週の金曜日になります、はい、那覇市パレット市民劇場でですね、あの重島さやか、中本博孝、はい、国吉典子ジョイントリサイタル、ドイツからの両夫、ということでですね、はい、まあ、あのなんで私出ないのに来たんだって話なんですがあの実はこれ、あの今回コンサートの企画をですね、うん、あの歌シビナー研究会といって、若手中堅 の歌い手声楽家の皆さんが集まってですね、あの去年からなんかできないかなってことで準備をして、今年の年頭から年度始めからですね、本格的始動ということで、その中の企画です。プロデューサーですね、今回は。いや、あんま、うん、あの事務のおばさんみたいな感じですね。いやいや、そんなことはないですよ。もう、あ、そうか、来週も8月なのね。そうなんですよ、ね、もう今週終わっちゃったらもう8月、7、8月投入するんだね、はい、突入するんだね。なるほど。パレット市民劇場、こちらが18時半開場の19時開演、はい、こちらも本日の、FM ギノワのフェイスブックにも上げております。もう今この3お三方、中本さんは沖縄在住なのかな。そうなんです、うん、中本さん、まあ、私後輩なんですね、彼は。私からですね、はい、中本くん、はい、うん、中本くんはですね、沖縄にあの拠点を移して、うん、今年で8年目ですかね。はい、で国吉典ちゃんと重島さやかさんも今海外の方で、はい、そうです、ドイツ在住で、はい、であの国吉典子さんはもう15年以上ドイツの劇場でも勤められてて、うん、で重島さやかさんもですね、はい、ドイツ あのワイマールの劇場、うん、でですね、7年あのソリストで契約して、すごい、ね、すごい人たちです。いや、律子さんもすごいんですよ、皆さん。沖縄のね、この出身演奏家の方々、今本当に海外で活躍されてる方多いですし、うん、もうね、故郷に錦を飾るではなくて、やっぱり元はもう沖縄の方にね、聞いてもらいたいという思いとかいつもあるんでしょうね、きっとね。そうなんですよ、本当に。あのやっぱり外国とか、まあ、県外もそうですけど、沖縄離れてて、うん、なんか里帰りとかするじゃないですか、沖縄に、はい、でその時にきっと家族とか友人とか親戚とかに歌わないのかって言われてると思うんですね。でもなかなかこの土地を離れるとですね、コンサートをするっていうのはすごく大変なことなので、でそれをみんなで何か助けになれればいいかなってことで、今回はね、はい、そういう役を担って、もうなんかりっちゃんがその出てるのすごいなと思って、もう歌い手なのにそういう思って。さてさて、まあ、律子さんの話はまた後半でも聞かせていただきたいと思います。それではここで1曲ご紹介していただけたらと思います。何かご紹介、はい、今日はできますか。今日お邪魔させていただいているので、まあ、はい、私が歌っている曲をですね、お聴きいただければと思います。ですね、ヴィヴァルディという作曲家が作りました、まあ、古典歌曲、イタリア古典歌曲の中に入ってるんですけど、はい、ヴィヴァルディ作曲の来て来て愛しい人よです。
癒される。お花を通して出会いやご縁を。花束アレンジウェディングブーケ鏡花などご予算用途に合わせてお作りします。沖縄市千葉のチャンプル市場近く、草花やふれあい、電話 955-3382 お待ちしてます。ピッチの人に来てくれるラジオ夏なのメカヘルキューラジオと言えばいえあるつのワンとねちゅう。かわいい、癒される。お花を通して出会いやご縁を。花束アレンジウェディングブーケ鏡花などご予算用途に合わせてお作りします。沖縄市千葉のチャンプル市場近く、草花やふれあい、電話 955-3382 お待ちしてます。お届けしています。本日のみきこの部屋、お迎えしていますゲストさんはソプラノ歌手の知念律子さんです。こんにちは。素敵な歌声ありがとうございました。先ほど流れていた曲はね、律子さんが歌ってたんですよ。素敵です。ありがとう。ちょっと若い時ですね。大丈夫大丈夫、全然大丈夫。まあね、沖縄出身のソプラノとして現在県内県外また海外も今行きますよ、律子さんは。もうあれですね、留学を終えて帰ってきてからなかなか行く機会ないですね。本当に積極的にいろいろ活動されている知念律子さんなんですけれども、今日小牧さんも聞いてるって言ってたので、小牧さんに何かコメントあれば今言っていいですよ。あ、こんにちは。この間の唐揚げ美味しかったです。個人情報をここで発表するなんて多分待ってたかもしれないので、メッセージを一つ作ってみました。ありがとうございます。さて、この番組唯一のコーナーっていうのがあるんです、毎週私はゲストさんに美味しいものを紹介しているコーナーなんですが、今日は逆です。律子さんのおすすめをちょっと持っていていただいたの で、 そうなんですよ、一緒に食べたいなと思っています。それでは皆様、お待たせいたしました。おいしいものをシャイコー。なんですって、なんですって、律子さん、今日は不満獣。そうなんです。沖縄でなかなかね出会えないんですよ、生風を使ったおまんじゅう。びっくりね。知念製菓という遠野倉店に、あるそうで、回し物ではないんです。私たちの通っていた県立芸術大学の前の方が向かいになるそうで、私存じ上げていませんでした。すぐ帰る人だったから、学校から。私もどっちかというと大人になって出会いましたね、食べよう食べよう、食べたくなってきた、はい、これは、ふう、なるほど。で、20分2時間解凍しとくんだよね。そうなんですよ。おばちゃんに、うん、まんじゅうくださいって言ったら、はい、あ、今じゃ凍ってるから20分ぐらい経ったら食べてねって。なるほど、ま、なんかいい感じでちょうど解凍できてるかも。いい、バリバリいってますけれども、いいです、ね、これは良さげ。3人風のパッケージにお餅、まんじゅうだ、入ってますね。いただきます。すみません、いつもこの番組このコーナー食べてます。では、これ風なんだ、不思議。なるほど、もっちりですね。はい、色は緑、ね、草色をしてて、中に入ってるあんは、これはなんだろう、紫色の感じ、ね、こしあんだですって言われたんですけど、美味しいですね。冷たくて美味しい、夏場最高だなこれ、という、遠野倉店があるってことは、いろいろ県内各地あるのかな。いや、パレットの1階のお菓子売り場か、あとは石峰にありますね、多分3店舗じゃないでしょうか、ね、那覇で求められる、じゃあ和菓子ということで、今日は知念製菓の不満獣いただいております。おいしい、シャイコー、おいしい。じゃあこのおいしさを皆様に届けるだけですが、ごめんなさい、よかったら皆様もご賞味ください。それではちょっとご試食を続けていきますね、私たちは、はい、じゃあもう一曲お願いしてもいい、ちょっと食べてる間にもう一曲流しちゃいましょう。そうですね、爽やかな不満獣食べながら爽やかになっていただければと思います、はい、ヘンデル作曲のオペラ、リナルドより私を泣かせてくださいです。これまたソプラノの知念律子さんです。あ、そうです、昔あれです、なんだ、ヒルドラで有名だ、聞いてみましょう。はい、
届けしています。曲は私を泣かせて、はい、ね、しみじみきますね。泣けますかね。泣きたい時には聞きましょう。ここでバースデーメッセージが一つございます。現在南大東島にお住まいのフルート奏者の宮城飛鳥さん、明後日7月27日にお誕生日を迎えます。ハッピーバースデー、イエイイエイ、おめでとう。今ね、沖縄本島に遊びに来てる、うん、遊びにではないな、うん、一緒にちょっと来てるということで、今ちょうど、学生が吹奏楽コンクールで、はい、うん、県内各地で多分、あ、各地ではないのか、コンクールがあって来ているので、うん、その指導者として、ね、はい、南大東島から来てます。律子さんもよくご存知ではあるかと思いますが、はい、おめでとうございます。素敵な1年をお迎えください。来月ね、滋賀県の方で私たちホール、あ、コンサートもありますので、明日頑張りましょうね。よろしくお願いします。さあ、この素敵な歌声を聞きながら、律子さんの今後のコンサート情報また引き続き教えていただけますか。はい、ありがとうございます。さっき宣伝したのが8月3日なんですが、その翌週のですね、8月11日に、平和通りの、何でしょう、平和通りの終点というか、ね、海南のバス停から入ってすぐというか、うん、そこにですね、コーヒーハウスポエム海南店という喫茶店がありまして、そこでですね、山の日コンサートをしてみようではないかと、うん、海の日があったら山の日ってできるのかなと思ったら、あったんですね、山の日。最近かな、まだ何年かしかできてないと思うんですけど、最近できたと思います。そうなんです、はい、山の日見つけちゃったので、それで日本の歌をメインにですね、コンサート、私が出演で、武田浩二さんにピアノをお願いして、はい、はい、7時からです。はい、コーヒーケーキ付きの2000円となってます。サロンコンサートありの、まだまだありますよね、律子さん。はい、どうぞ。まだまだあります。続きまして、さっき宣伝しました、うん、歌わしビナー研究会の主催公演があります。うん、9月1日土曜日になります。はい、サマーコンサート、夏の終わりのコンサートと題しまして、沖縄県立博物館、うん、美術館の講堂にて行われます。バスの大城治さん、ソプラノ友利敦子さん、テノール、テルヤ、清さん、清君だ、はい、でソプラノ糸数千佳さん、はい、でピアノは森本久代さんということで、はい、豪華メンバーでですね、お届けしますので、お教師くん、私の教え子なんだよ。そうなんですね。楽天を教えていた、めっちゃいい声のテノールですよね。音大に行く前の受験時代に私が、あ、そうですか、はい、教えていただいて、なんかワイルドな感じですね。沖縄市の子です。はい、これもお待ちしております。はい、コープアプレと流暴のプレイガイドでチケット販売してますので、はい、豪華メンバーですね、はい、これまた聞いてみてください。はい、でさらにですね、もう年末近いお知らせなのですが、はい、11月24日勤労感謝の日の翌日の土曜日ですね、はい、琉球新報の、新報ホールにてですね、オペラ柄コンサートを開催しようかなということで公演が決定しました。はい、でたくさん出るので、うん、これももしお時間よろしければいらしてください。はい、豪華ですね。こんだけ歌手揃えるのもすごいけど、一晩でこの歌手の歌声が聞けるってのは本当に贅沢かもしれないですね。なので5時半から始めちゃおうかってことで打ち上げもやりたいしねっていう、いえいえいえ、まあ、私たちの都合もいろいろあるんですけど、うん、でも、はい、お安い、もお求めやすい価格のチケットですね。はい、そうですね、出演者総勢15名、多分プラスアルファになると思います。それで、はい、チケット一般3000円、学生1500円ということで、はい、学生は大学生まで大丈夫ですので、はい、たくさん来てください。年内もりもり、素晴らしい、頑張ります。頑張って、体調に気をつけて頑張ってくださいよ。はい、このコンサートもそうなんですけれども、はい、まあ、今後いろいろ考えてることとか展開ありますか。そうですね、日々頑張ってる感じ。なんか何になりたいのってよく質問されるんですけど、うん、はい、まあ、お知り合いとかね、うん、先生とか、うん、口から出るのは一言、幸せになりたいってなりますよ。まあ、幸せだと思います。こうやって音楽に触れてお仕事させていただいてますし、うんうん、また皆さんとお会いできたりすることもですね、はい、すごく楽しいですので、うん、今後もまた沖縄だけにとどまらず、そうですね、いろんなところへ行って、県外、はい、世界各地にも行ってほしいです。はい、まだね、律子さんの歌声を聞いたことない人いても、ぜひ
コンサート会場足保管でね聞いてほしいですね、はい、ぜひいらしてください。沖縄の宝ですよ、はい、聞いてみた方がいいよ。宝になろうと思いますもうあのみんなが応援してると思いますが、この番組でも力いっぱい応援しますので、ぜひ体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。あのもう番組後半になってるんですけど、律子さんに実は個人的に聞きたいことがありまして、はい、あの今一番のおすすめもの、美味しいものってりっちゃんだったら何？ですね、たくさんあるんですけ ど、 あると思いますけど、やっぱりですね、私ターム大好きなんですよ、はい、なので近町にあります、うん、マルメロというお菓子屋さんが出しているタームのシュークリーム、はいはい、なるほど。これは金に行くか、あとは中城インター、新都心あります？違うところだった。 あれまたあるんです。また好みが違う、はい、いろいろあるんですけど、中城の、サービスエリアですか、あります、あそこ行けば売ってます。下りかな、あれは下りですかね。下りかな、あえて行く時もあります。ああなるほど。それ買いに、この宜野湾市もあのターム名産地なんですよ。そうなんですよね。で近町もターム名産地ということで、実はこの番組の一番最初もタームパイから始まったんですよまた今度これをこれも盛り上げていきましょうね。盛り上げていきましょう。はい、ありがとうございます。本日のゲストはソプラノ歌手の知念律子さんでした。前半にいきなり乱入された方は、中篠ねりみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。はい、ありがとうございます、ね、それでは皆さんまた来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。また8月は楽しい企画用意しております。お楽しみにしててください。お相手は川光美子でした。チャオチベディアもアラプロシマセティマーナ、せーの、チャオ。